セコイア国立公園の一ジャイアントフォレストにあるジャイアントセコイアのキセコイア国立公園はシエラネバダ山脈の南部バイセリアの東にあるアメリカ合衆国国立公園であるイエローストーン国立公園と今は閉鎖されたマッキナク国立公園に続き1890年米国で3番目の国立公園として設立された公園は 1 6 3 5トルの広がりを持つ公園への訪問者は年間およそ80から100万人である公園は1万3000フィート近くの高低差を持ち自然資源の他にアラスカとハワイを除く米国48州の中で最も標高が高い場所海抜4 4 2 1 1ルのホイットニー山がある公園は キングズキャニオン国立公園に隣接している。二つの公園は国立公園局によって一つの単位として管理されており、セコイアキングズキャニオン国立公園と呼ばれている。公園は地球上で最大の巨木、シャーマン将軍の木をはじめとする、セコイアデンドロンの木で最も有名である。シャーマン将軍の木はジャイアントフォーレストに生えており、そこには大石で 世界最大の木10本のうち5本がある。ジャイアントフォレストは公園のジェネラルズハイウェイによってキングズキャニオン国立公園の他のセコイアの木と一緒にグラント将軍の木が生えているグラントの森と繋がっている。多くの観光客はスリーリバーズの町近くの標高518メートルのアッシュ山にある南口から公園に入る。アッシュ山の周囲の低い標高の地域には ブルーオークの森林地帯、丘のシャパラル、草原、ユッカ植物、急でなだらかな川の流域からなる、唯一、国立公園局が保護する、カリフォルニア丘陵地帯生態系がある。丘陵地帯はまた、多くの野生動物が住んでいる。この地域では、ボブキャット、キツネ、ジリス、ガラガラヘビ、ミュールジカがよく見られ、ずっと稀ではあるが人目を避けるピューマも見られる。諸岩は、 公園の中心にある見晴らしの良い展望台である。公園内を登っていくと、冬の降雪がどの植物が生き残るかを決める高度に達する。ここに、標高およそ5500から9000フィートの間に、広がる山地林の多い信用樹林帯を見出す。コンコロールもみと赤もみが多く見られるだけでなく、ポンデローサ松、ジェフリー松、佐藤松、ロッジポール松が見られる。 巨大なセコイアデンドローンの木、すなわち地球上で最大の一旗滝も見られる。春夏の雪解けは、時々、木々の間に傷つきやすいが、青々とした、牧草地を広げる。この地域では、観光客はしばしばミュールジカ、ダグラスリス、アメリカグマを見る。アメリカグマは、不注意な観光客が残した食料を盗むため誰も、乗っていない車に入り込むことで知られている。 公園の大部分は道路のない原野である。実際、多くの観光客が驚くことに、公園内でシエラネーバダ山脈を横切る道は一本もない。このため公園の84%以上の地域は自然保護地域に指定されており、徒歩または馬で飲み行くことができる。セコヤ国立公園の奥地は広大な鉱山アルプスの脅威を見せてくれる。そこはハイシエラで、 最も標高の高い地域であり、公園の東の境界にあるホイットニー山があり、ジャイアントフォレストからハイシエラ山道を通っていくことができる。この 56km の山道に沿った旅行者の道で、奥地の保養地ベアポー草原に着く前にグレートエースタン、分水嶺のちょうど手前でおよそ 16km の山地林を通過する。ベアポー草原では、 丸太作りのテント小屋と季節になると公園に住み込む、従業員が作るグルメ向きの食事が供される。カウエア・ギャップ経由で、グレート・ウェイスタン分水嶺を越えて、ハイシエラ山道に沿って進み続けると、特徴的な V 字国を持つカウエア・川流域から、カーン川流域を通り過ぎる。カーン川流域には、古来の断層線があり、このため氷河が、最後の氷河期に 32km 近く、 ほとんど完全にまっすぐの遊事国を形成した。この谷底には、最寄りの道路から少なくとも二日のハイキングが必要だが、カーン峡国温泉、すなわち疲れたバックパッカーのための人気の休息場所がある。カーン峡国の谷底から、山道は再び、ホイットニー山山頂まで2438メートル以上登る。ホイットニー山で、ハ、は、イ、い、シエラ山道は、 ジョン・ミューア歩道及び壮大なパシフィック・クレスト自然歩道と合流する。パシフィック・クレスト自然歩道はシエラ・クレスト沿いに北へキングズ・キャニオン国立公園の奥地に続いている。現在セコイア国立公園を構成する地域は当初モナケ・インディアンが住んでいた。彼らは季節によってはジャイアント・フォレストと同じ高さに住んでいたという証拠も 存在するが、主に公園のフットヒール地域にある川や川流域に住んでいた。夏季にインディアンは東部の種族と交易するため、鉱山の峠を越えて旅して回ったのだろう。今日まで公園内のいくつかの場所で、モナケ族の主食であるドングリを加工するために、用いられたすり鉢だけでなく、絵文字を見つけることができる。特に、ホスピタルロックとポットを医者で見つけることができる。 最初のヨーロッパ人入植者がやってきた時には天然痘がすでにこの地域に広がりインディアンの人口を大きく減らしていた。入植してきた最初のヨーロッパ人はログ草原の隣のジャイアントフォレストにあるジャイアントセコイアの倒木をくり抜いた小屋を作ったことで有名なヘールサープであった。サープは家畜が草原で草をはむことを許したが同時に 森の雄大さに敬意を払い、地域における伐採に反対する戦いを指導した。時々、サーアップは、ジョン・ミューアの訪問を受け、ミューアは、サープの、マルタ小屋に泊まった。今日でもなお、ジャイアントフォレスト内の元の場所にあるサープのマルタを、訪れることができる。しかし、ジャイアントセコイアを守ろうというサープの試みは、当初はあまり成功しなかった。 1880年代、ユートピア的社会の建設を求めて、白人入植者はカウェアコロニーを設立した。カウェアコロニーは、セコイアの木を売買するという経済的成功を追求した。しかし、ジャイアントセコイアの木は、禁煙種であるセコイアとは異なり、簡単に避けるため木材の収穫には適さないことが、後に発見された。悲劇的なことに、 最終的に伐採が止められるまでに何千本もの木が切り倒された。国立公園局はジャイアントフォレストを1890年にセコイア国立公園に編入した。その設立の年にジャイアントフォレストにおけるすべての伐採作業は直ちに中止された。公園は今日の大きさになるまで数十年にわたって何度も拡張されてきた。 最近の拡張は1978年に行われた。その年、シエラクラブが人頭式を取った草の根運動がスキーリゾートとして利用するため公園の南にある鉱山のかつての最高場所を買おうとするウォルトディズニーカンパニーの試みをくじいた。この場所は公園に編入されミネラルキングとなった。ここは公園内の開発された場所の中で最も標高が高く、 バックパッカーに人気の観光地である。そう知られてはいないが、公園内には240以上の洞窟があり、さらに数百の洞窟が見つかる、可能性も秘めている。リルバーン洞窟はカリフォルニア州最長の洞窟で、長さ3 0トルを超える。観光できる洞窟はクリスタル洞中にできた養殖洞である。大理石は、およそ5000万から1000万年前に地下部くに、 貫入したシエラネバダ定番の熱と圧力によって変成した石灰岩である。この一千万年の間、定番は急速な流気を続け、表層にあった変成岩類は急激に侵食が進み、ついに定番の花崗岩が地表に露出するようになった。洞窟のある大理石はこの変成岩類の一メンバーである。シエラネバダ山脈にある洞窟は、 ほとんど標高的にはそう高くない低い地域にあるが、ミネラルキングにあるホワイトチーフ洞窟のように3000メートルにあるような例もある。これらの洞窟は季節的に豊かに流れる川によって侵食されたものである。大きな洞窟内には大抵地下川が見られたり、かつてはそこを地下川が流れていた痕跡が見られる。公園内では今も毎年洞窟が発見されている。 2003年以降だけで17の洞窟が発見されている。最近の大発見は2006年9月に発見されたものでアーサマイナードと名付けられた。本公園の洞窟群は科学者や洞窟探検家からその美しさや多様性、固有のホラーな生物について高い評価が与えられている。アトウェルミルの近くでのハイキング、ハイキング、キャンプ、釣り、トレッキングに加え、 次の名所多くの観光客が訪れる。公園内のキャンプ場は山陸部に3つ、すなわち、ポットオイシャ、バックアイフラット、サウスフォークである。より高い、針葉樹が多く見られる場所にある4つのキャンプ場は、6650、27500フィートに散らばっている。すなわち、アトウェルミル・コールド・スプリングス、ロッジ・ポール・ドストである。NPS バックカンドトゥリーインフォメーション http コロンスラッシュスラッシュ www.nps.gov スラッシュアーカイブスラッシュセキスラッシュ bcinfo.htm ありがとうございます。